喋りにくいですけど、喋りにくいですね、はいはいはい、窮屈感は大丈夫です。はい、はい、お口開けてください。口元美容香りです。前歯ガーンってつないだ瀬戸物のかぶせが入ってんのよね。硬いもんやねんけど、瀬戸物ってカンって当たったら割れちゃうのよ。だから噛む力って要注意なんよね。食いしばりが強い人にはマウスピースなんかでケアしていこうと、今日はマウスピースを作りました。はい、こんな感じで上につけておいて、下はこういろんな方向に動いても歯に力がかからないように、はい、調整しますんで、はい、開いてください。これ今入れるだけで窮屈な感じとか、はい、喋りにくいですけど、喋りにくいですね、はいはいはい、窮屈感は大丈夫です、はい、はい、はい、入ってください、噛んでください、カチカチ感。ありがとうございます。今ここばっかり当たるみたいなとこあります？奥が少し両側ですか？奥が先に当たる、右の奥が、開いてください、噛んでください、カチカチ、開いてください。今どうですか？大丈夫、大丈夫になりましたね、はい、うん、ギリギリ引っかかる感じあります。大丈夫そうです、はい、ね、窮屈感もう一回どうです？いや、大丈夫、大丈夫そうです、はい、はい、一旦入れてみていただいていいですか？うん、喋りにくいですか今も？いや、やっぱちょっと舌が。舌が。でもだいぶマシ。マシですか？はい、いきます。はい、はい、じゃあ一旦外してください。はい、じゃあこの感じで使ってください。はい。はい、寝てる時って特別強い力でぐーっと食いしばってたりするのよ。なぜなら無意識やからさ、自分で力をコントロールできへんから。考えて歯ぎしりしてる人思い出して、すごい音、変な音するやんか。でも歯ぎしりしてる人に起きてる時にあの音やってって言ったって出てへんのよ。それぐらいすごい強い力で噛んでんねんな。だからだからだから寝てる時が一番負担がかかってくる。寝るときにマウスピースでケアするのはそのためです。ぜひ毎晩忘れずに使って寝てね。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。